オトモです。ご久しぶりです。ちょっとね、最近忙しくてね、更新できなくてね、本当に申し訳ございません。まあ他にもいろいろ理由あると思うし、後々ね、動画でちょっと話しようかなと思っておりますので、本当にね、その点に関しては申し訳ございません。で、今日やる話なんですけども、TikTok についてね、珍しくちょっとやろうかなと思います。っていうのも、僕ってまあね、YouTube チャンネルとか見てもらえたりとか、あと TikTok とかね、ツイッターとかインスタグラムとかで、ね、見てもらったらわかると思うんですけど、フォローとかチャンネル登録者って俺全然いないんですよ。なんでかなーっていうか、まあ俺の性格は悪いからなんだけども、自覚あるんですけども、まあね、そんな中ね、なんか TikTok が最近ね、めちゃくちゃ俺のやつね、ちょっとずつだけど、上がってきてんだよね。なんか、一週間で十何人ぐらいは一気にフォロー来て、あ、これはすげえってちょっと思ったから、今日ね、その話しようかなと思います。まあね、俺がね、普段工夫してることと言ったら、音源ぐらいなんだよね、実は。っていうのも、俺のチャンネルってさ、まあ、なんだろうな、基本、最初に TikTok が始まるような構成で、実は作ってるんだけど、それでなんか合う曲ないかなとか、いろいろ考えたりとかしながらちょっと作ってるってのはあって、まあだから TikTok ってかっていう TikTok でもないし、実際は YouTube に寄せて作ってるから、なんでちょっと最近フォロワーが増えんだろうとは思ってたんだよね。でもね、なんかね、原因がちょっとずつ分かってきたからね、今日それについてね、話しようかなと思うんですよ。まあ、まずね、俺が TikTok やるときなんだけども、まずそこから話していくんだけど、まあ、まず僕は、ネオちゃんっていう YouTuber をやっている方、まあ、TikTok もやってるんだけど、その方の、TikTok を見て、なんか音源を探してます、実は。それをもろパクリします。その人が何やってんだろうって、ほぼほぼ見てます。でも、実際そのままネオちゃんのやってる通りにやっちゃダメなんだよね、実際。っていうのも、ネオちゃんは可愛さで売ってるじゃん。でも俺は可愛さはない。かっこよさもない。だから同じことをしてもダメなんだよね。で、俺は思ってるわけなんだよ。だから、ちょっとでも面白くしよう、面白くしよう、面白くしようと思って、最近ね、ちょっと面白い機能を見つけたんですよ。わかるかな？ちょっと紹介しようと思うんだけども。ここにある。これ見えるかな？スタンプっていうやつあるじゃん。スタンプっていうとこ。これ。これ。これ使うとね、なんかいろいろなものが出てくんだよね。で、俺ね、これで最近ね、ちょっと、なんか猫だったりとか。あとはね、俺が3分割して出てくるとかね。そういう面白い機能があって、まあ、実際ね、こうやって、やるのが、TikTok なんだって最近知りました。でね、まあね、ちょっとずつ面白いなって、俺の中でね、TikTok は最近面白くなってきてます。最初の頃はすごい憂鬱でしたけどね。だってさ、自分自撮りしてるんだよ。正直気持ち悪いナルシストだと俺は思ってるよ。これを真面目に、なんかかっこよく、こう、なんつうんだろう、かっこよく、見せようとか、そういう、こんな感じ？かっこよさってこんな感じ？わかんないけど、まあ、こんなんでやってたら気持ち悪いなって、俺も思ってて、やってるし、今でもね、若干ね、自分に時々弾いてるけど、まあね、実際ちょっとずつね、こういう機能を使っていけば、TikTok って面白いんだってね、思ってきました。だから皆さんもね、もしやる機会があったらね、こういうスタンプ機能だったりとか、あとはね、ネオちゃんの TikTok を本当に見た方がいいです。あの方はやっぱ、すごいね、見せ方が。俺もね、スタンプとか使ってんのは分かったけど、そのなんだろう、画面の切り替えみたいなのはいまいち正直分かっとらん。俺はカメラ一回一回止めて、自分の顔ドアップにしたりしてるだけだから。それぐらいしか分からん。ぐる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 回ったりするやつあるじゃん。ああいうの全然分かんねえ。難しい。今の若い子ってすごいわ、って俺は思いました。まあ俺もまだ若いけど、実際のところね、もう25だからなぁ。TikTok やってる人はもっと若い人多いからね。まあね、そういう方々の見て勉強しながら、まあね、俺がね、今日言ったスタンプ機能とかでね、3分割されるやつとかね、ぜひ使って TikTok 楽しんで見てもらえればなと思います。ってな感じでね、今回ね、終わりたいと思います。ありがとうございました。